こんにちは、ハッシュです。今回もマリオやってこうかなと思います。今日ね、ここからやってきます。ピラミッドのてっぺんです。私ね、このステージ全然やってなかったんだよ。私今ね、テレビ見てたら浅田真央さん出てたね。ちょっとだけ笑っちゃったね。別に全然笑う要素がないんだけど、よく私この回ること、これで浅田真央スペシャルって言ってるんだよね。うわ、身内出てると思って。いや、全然身内じゃない。いや、失礼だな。それはさすがに怒られる。オッケー。いや、今ギリギリいったでしょ。いや、行ってねえのか。今ギリギリスライディングしたんだと思ったんだけどな。オッケー。浅田真央さんってさ、現役引退されてるよね。今何やってんだろうね。てか、プロ選手、プロスポーツ選手ってさ、引退したら何やんだろうね。私野球選手とかだと、うわ、私が帽子奪ってきやがった、こいつ。うれ、おお、普通に取れんだ。なんかさ、野球選手とかだと、なんかコーチとかについてるイメージがあるね、私の中で。あと、なんだろうね、コーチにすごい、あ、これ飛んでけんじゃない？なんかピラミッドのてっぺんみたいなタイトルだったよね。はい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 、おお。え、これ合ってる？お、すげえ、いきなり聞こえれんじゃん。オッケー。巨大ピラミッド、あ、内部入れんだっけ、ピラミッドの内部。野球選手とかだとコーチとか、あと解説になる方いるよね。でもさ、なんかフィギュアスケートってあんまコーチってイメージ、解説ってイメージも私の中でないね。まあ実際あんのかどうかわかんないけど、何やってんだろうね、浅田真央さん。なんかワンチャン YouTube とかやんないのかな。なんか今スポーツ選手とかやってる人いいんじゃん。真央の人生アクセルチャンネルみたいなね。あぶね、やられるとこだった。でもさ、なんかさ、スポーツ選手とかなんか自分の代名詞みたいなのない？そう、浅田真央さん、浅田真央ちゃんならそのトリプルアクセルっていうか、有名人って結構あれだよね、自分のなんかあるよね、そのイメージみたいな。例えば、なんだろう、石原さとみさん、石原さとみさんなら、なんだろうな、チャンネル名、さとみのプルンプルンチャンネルかな。私、磯原さとみさんだと唇がなんかプルンプルンのイメージがあるんだよね。なんでプルンプルンチャンネルかな。あとガッキー、ガッキーとか、なんだろう、ガッキーのイメージ。あ、てか内部だからここ入ればいいんだっけ。あ、だが、あ、わかった、ガッキーとポッキーかな。ガッキー確かポッキーのあれやつよね、 CM すげえ昔にやってた気がする。ガッキーといえばポッキーみたいな。これ大丈夫、信じていいの。おー、地面ある、素敵。これ砂ってワンパンでやられんだっけ、違ったか。あー、これマリオの帽子あるな、一応かぶっとく。ルイージの方がね、ジャンプ力高いから、まあ、私としては若干やりやすいっちゃやりやすいんだけど、まあ多分マリオの帽子あるってこと。あ、これさ、もしやマリオで膨らむってことなのかな。あと誰だろう、あ、最近だと手越さん、テグスさんさ、YouTube チャンネル始められたじゃないですか。テグスさんね、なんだろうな。上いける？お、いけるいけるいける。これ乗って、あ、これもっと上いけるじゃん。はい。あ、いいじゃない？こっちで合ってんのかな？わかんない。とりあえず上まで、テグスさんなら、あ、違う、あるね。テゴシニュース。最新情報を届けるよ。このニュースとかけてるみたいなね。芸能人って名前なんかすげえいいね。私なら、私のセカンドチャンネルあんなら、もう週の激アツチャンネルかな。ここはもう単純に行くわ。待って、これさ、スターの位置から離れてね。見て、これ右のマップ。みんな見える？右のマップ。画面ちっちゃいと思うんだけど。なんか離れてない？あ、こっからさらに上空に行くんだ。ピラミッドってリアルにあるんでしょ？私見たことないね、ピラミッド。エジプトに行けばあんのかな？なんか人生でね、なんか人生で皆さん見たいものってあります？私正直そんなないね。なんか動物好きな人とかだとさ、なんかコアラとか見たそうじゃない？コアラって日本にいんのかな？なんか、あーったあったあった、あ、ちゃんと来れるんだね。なんかそういうなんか見たいなっていうのもあんまない。オッケー。4つの柱に立つ者へ。かっけー、柱じゃん、今話題の鬼滅の刃。お、これ多分あの柱のこと言ってんだけど。うわ、これいけるかな、ちょっと試しやってみていい？ワンチャン全然やられるかもしんない。いや、飛び越えれるね。この4つの、なんだっけ？あっち側にもある柱。なんだっけ？見るわ。4つの柱に立つもの。これ、ピラミッドだよね。あれ、わかんないな。スターのマークがないんだよね。もう一回ピラミッドの中入ってみようか。とりあえず、ピラミッドの中来ました。うわ、ここなかったら出れんのかな？わー、スターのマークない！え、出れんの？これ。わ、出れねえじゃねえか、どうしやんだらいいんだ。とりあえず、あの真ん中のとこ行きたいね。真ん中。
あの真ん中にないのかな、一応右のマップ、意外とこの右下のマップ出てスターの場所とか見るんだけど、特に何もなってないよね。まあなんだけど、とりあえず真ん中行けばなんか起きそうなんで行きます。あ、なんかね、最近ツイッターのリプでなんか受験終わりました、合格しましたとか、やっぱこの季節なんだね、受験の合格。あれ、髪染めたとかも来たね。やっぱこの高校あって、でも高校ダメなとこ多いでしょ。なんかさ、よくテレビとかだとなんか全然染めてる人いない、高校生でも。なんか基本やっぱダメだよね、高校生染めるの。いや、染めるってなると何色なんだろうね。やっぱりやっぱ王道といえば茶色だよね、茶色。なんか一回ぐらい茶色にしたいみたいな、ない人生茶色。まあずっと黒もいいかもしれ、待って、こっち今なかった。いや、まあこれ下手くそだな、見れねえな。真ん中行きたいんだよね。え、どうやって行こう。なんかほら、右下に赤いの見えるの分かります？あそこ行ってみようかな。行きます。えっ、あー、これ落ちてきてんのか。だ、本来も一番上まで行かないとダメなんじゃない。あ、でもルイージのジャンプ力ならワンチャンいける。あって、この崖に乗りたいわ。ここ乗って届くかな。真央ちゃん、力を貸して。ありがとう。いやー、これはきついか。いや、いける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 。サウザントアクセルいけるな。いやー、ちょっと届かないのか。ワリオの帽子落ちたんで、ワリオの帽子かぶります。ワリオなんか意味なさそうなんだよな。これさ、銀太ワリオになってさ、これに潰されたらどうなんだろう。やってみるよ、ワンチャン無敵かな。いけ。おお、ダメージ食らわないんだ。やっぱすごい、これかっこいいよね、超好きだ私この見た目。おお、見てこれ、4本の柱の上に立つ者には私はこの館を訪れる資格を与えよう。4本の柱の上？あ、あれに全部立てばいいだけなのかな。4本の柱の上に立つ者に私はこの館を訪れる資格を与えよう。あの頂上に全部立てばいいんじゃない、あの柱に。そうすればいけるんじゃないかな。でもこっからどうやって出ればいいんだろう。私出れないんじゃない、こっから。ここないで、ここ、これなんだ。ん？これは別に関係ないのかな？何も関係なさそうだね。とりあえず最初、木の4本の柱上全部立ってみるか。何か起きんじゃねえ？だ、書いたしね、さっき看板に。まずこれ、なんか音とかなるかな？ちょ、私静かにするね。なんないね。てか、あそこどうやっていくの？あ、せ、これ下れもするんだ。待って、今風あったよね、風。あの風欲しいな。あれ？これ風どうやってもらうの？これ入れば風来る？おい、風？あ、来た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 、頼む、よし。で、あっち行こう。うわ、ミショートすぎ、ショート。いや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 どうやってあそこ行くんだろう。どうやって行くんだろう。ね、あ、このコイン全部飛んじゃね？あそこ行けないよね。どうしようかな。とりあえずマリオになってこようか。あ、わかった。皆さん分かりました。これこうします、こうなります。で、これ頑張ってこの上行けんじゃない。どうやって上行くんだろう。はいはいはい、よし、届きの羽マリオ出るでしょ。きたー、これで行ってくれ。いや、かっこよすぎ、めちゃめちゃかっこいい。はい、 OK 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 OK。 で、残り何個でしたっけ。残り4つだよね。柱取りに行きます、全部。では、この羽マリオ、時間制限ある。やばい、やばい、やばい。頼む！うわ、あの、わしんじゃん、わし。オッケー！あと1個、あと1個。これで完璧にクリアでしょ。いや、お前、ハマるな、て。俺、今、音鳴ったよね。今、みんな聞こえたよね。なんか壊れてるな、壊れてない？俺、なんか今、音鳴ったな。お、みんな見て、上剥げてる。昔こんな感じなかったよね。上剥げてます。あ、ここさっき取ったとこなんだよ、一番最初で。ここで、なるほどね、分かりづらいな。でもちょっと4つの柱の、お、はい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 、なるほど、やっぱ入っちゃダメだったんだね。で、ここのどっかにあるはずで、まだ見て、右のマップスターマークは出てないんだよね。どこにあるんだろう。
いや、あるよね、絶対ここない。うわ、これ壊すと、は、あ、当たった当たった、地下にあるんだ。うわ、なんか古代の宝物庫みたいに感じない。危ねえ、ここしか行かないし。マジか、じゃじゃん、驚いたか。いや、普通に結構驚いたわ。むむ、ならばもっと驚かせてやる、行くぞ。かかって、うわ、こんな敵いた。あ、これアタック、よし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 、さあこいつも目を開かず、アタック、よし、アタック25。あれ、今もアタック25ってやってんのかな。アタック25ってあれだよね。3番の方正解、52番の方失敗みたいな、そういう番組だよね。あれ、日曜日にやってんだっけ確か。うわ、早っ。すごい面白い。おー、すげー、なんかグータッチやってんじゃん。はい、パンチ、オッケー。これでどっちも2回ずつだね、おそらく。あと1回、いけ、よしよし、お、倒してる。で、あとこいつもう一点集中型、はい、隙を逃さないよ。面白かったわ。で、ここにイースターが出るんでしょ。お前意外と強い、この館は今日からお前のものだ。あ、さ、だからなんか主はどうのこうのみたいの言ってたんだね。オッケー、棺から出てきたね。なんかラスボス感あったね、このステージのラスボス感。で、まだあんのかな、スター。お、まだある。鬼マスクマン、鬼マスクのスイッチスター。へー、なんかタイトルめっちゃ面白そう。私、何の話したっけ。あ、そう、髪の話だね。髪染めるみたいな。いや、なんか最近ね、鬼滅の刃あんじゃん。で、鬼滅の刃の鬼滅カラーっていうのを特集されてたね、結構最近。鬼滅カラーって何かっていうと、その鬼滅の刃に出てくるキャラクターの髪の毛にするみたいなやつが。そうだね。でも、なんかアニメのキャラクターってさ、結構みんな派手じゃない。どのワンピースとかでも、ナルトとかでも、多分どのアニメでも派手なキャラっていると思うんだけど、それにするみたいなのが前特集されてたね。で、ピンクにしてた人いたね。で、ピンクはちょっと嫌じゃない。まあ、でも人生で一回はやってみたいのかな。男だとそんなないんじゃない、ピンクにしたいみたいな。女の子ならまあ一回ぐらいあるかもね。一回ぐらい好奇心でやってみたいなみたいな。こう、そう、まさにこんな感じ。こんにちは、逮捕の準備に時間かかります。どこ、これ、どうだろう。全然わかんねえな、ここら辺。これ、あの鳥いるから嫌なんだよね、鳥。なんだっけ名前、鬼マスくんのスイッチスター。鬼マスくんって誰。鬼マスク、あ、こ、あ、鬼マスくんってこれかな、これ。お前か、なんか鬼マスくんってぽくない。ここ割るとスター出るみたいな。あー、ノット鬼マスくんか。これね、このピラミッド入ったらね、出れなくなっちゃうんだよね。なんであんま入りたくはないんだよね、その違った時に戻れないから。まあ、とりあえず入るか。鬼マスくんに会いに行きます。いやー、違うのかなー。あ、でもここでなんかさ、鬼マスくんって硬そうじゃない。なんでワリオの帽子があるんだよね、そこで。ワリオ、こいつじゃね、鬼マスくんって。あ、みんなこれか、鬼マスくんって。あ、すげえ。あ、これ潰れんだ。これ見て、敵とかならこう貫通できんだよね。こいつだしょ、鬼マスくんって。そう、この右側行ってねえわ。うわ、あ、待って、これワリオ必要じゃないかな。これワリオじゃないと壊せないんだよ。あ、これか、さっきの大砲。なるほどね。うわー、ちょ、ワリオ取ってくるか。届くかな。ワリオの帽子までだいぶ距離あるけど届く。行きます。いざ行こう、無限の彼方へ。よし、みんなワリオを連れてきました。うわー、あー、でもな、あ、そっか、スイッチスター。うわ、届く。ビヨーン、よくやった、いけ、よしよし、おーおお、いけ、お前ならいける、お前のガッツはなめるな、お前の努力は私が一番よく知ってる、頼む。よーし、すごい色合うね、黄色。なんかスター怒ってない、巨大ピラミッドの謎。よし、今日これ、いやー、これね、ワリオ取りに帰ったんだけど、ワリオすげえ操作じゃ、ジャンプが低空飛行すぎんだよこいつ。本当に重量級だよね、なんか重量級ってどのゲームでも難しくない。お、ワリオでも茶髪だね。ワリオヘアってなんか一番なんかあれだよね、やりやすくない、髪型にしようと思うと。見える、みんなワリオの髪ちょっとだけ見えてんだけど。あ、ちょ、みんなワリオの髪見してあげる。おい、ほら、
おお、すげえ、かぶんの早すごいね、あの一瞬にして一瞬の出来事あったんだろうね。よくさ、ドラゴンボールとかね、アニメシーンとかでも、その、早い描写で、一体何があったんだみたいな、多分そんな感じなんだろうね。あの一瞬、じゃお前、暴れすぎ。あの一瞬でなんかあったんだろうね。あの、鳥が加えてきた時。はい。なんだっけ、巨大ピラミッドの謎だもんね。だからここは入っていいと思うんだよね。どうしようかな。一回、ワリオ使いづらいんだよね。あ、こういうのって読めるんだっけ？あ、読めねえのか。一回、ルイージの帽子あそこにあるんで、ルイージになろうか。多分、ルイージの方がね、行きやす。ただ、ここあっち、全部行ってると思うんだよね。うわ、見て、お、シルバースターか、みんな見て、右のマップ。ワリオ緑の帽子かぶってる。レアじゃない？普通に時計回りでぐるっと一周しちゃおうか。すごいね、ワリオの緑帽子。なんか帽子違うだけでだいぶ違うよね。あったー。てかこれ砂漠の中あるのか。多分、これシルバー系って何個だっけな。8個ぐらいあった気がするんだよね。なんでここ鳥居の、こっちから無理やり行こうと思えば、あーでもこれあれだわ。多分一番上から降りてくんじゃない？そしたら綺麗に全部取れますよ、みたいな。見て、今ここに右に1個あるんだけど、ああ、こっから落ちてけみたいな感じかな。すごいね、右のマップ。あ、ちゃんとこれ、ここだけないわ。はい、これ信じて降りてくよ。はい。で、次は？これも多分降りればいいのかな。信じます。あ、あったあったあった、右。これ信じたらやばかったな。むずくない？真横かな、これ。あ、すごい、カメラすげえ見やすくしてくれる。親切スペシャル。信じます。あぶねえ！はい。あ、でもこれ分かりやすいね。で、次は？ちょ、カメラ。いや、これはこっちでなんもないな。なんもないね。で、もう降りちゃっていいかな。もう砂の、とこ降りちゃっていいかな。OK だね。で、ここで全部取れるみたいな感じか。はい、ゴー。あ、もうこれでいけるんだね。すごい分かりやすかったね。多分このステージおそらく。あ、ちなみにね、なんかね、ステージにこのコインあるの分かりま、あるじゃないですか。これを100個取るとスターゲットできるみたい。ただそれはこの、なんていうの、科目に書いてないみたいなんだけど。おお、すげえ、ワリオ降ってきてびっくりしたわ。よし、終わるか。ちなみにまだあんのかだけ見ようか、そのミッション。お、いいね、ちょうどキレよくスター60個。多分もう6個ぐらいで終わりなんじゃないかな。うわ、まだあるか。ああ、これ赤コインだね。多分これやって終わりだと思う。バイバイ。